いらっしゃいませ。妖怪酒場のカオルでーす。はい、ということで、今日何をしていくかと言いますと、もうすぐで CS ですね。ということで、カープ CS の優勝、前祝いしてみた。はい、今日ですね、阪神のマジックが3に なったところです。まあこうなったらもう CS 優勝ね、前祝いしちゃおうということで、CS 優勝ビールかけでは早速いっちゃいましょうか。一人でビールかけしていきたいと思います。それではお席ご案内します。はい、ということで準備完了しました。優勝しました。はい、 CS 優勝しました。シングルではございませんよ。はい、ゴーゴーとね、こちら安全を考慮してヘルメットですね。もしね、滑ったりとかしたら危ないので、ね、こちらがあればですね。ということで、じゃあやっていきたいかなと思うんですけど、用意しましたよ。飲めません、私こちらのビール。はい、飲めませんね。はい、ビールなんかほんとほぼ飲んだことないにしたいですね。で、まあ優勝といえば、まあビールかけということでビールを用意したんですけど、あとはね、環境への考慮ということで炭酸水、こちらも2本なんか用意しちゃってね。で、あとこれは環境とか関係ないですけど、私がただただ好きな男梅沢、はい、こちらで男梅沢かけとビールかけと炭酸水かけやっていきたいと思います。カープ優勝しました。あ、じゃあね、インタビューの方からしますかね。はい、ということでですね、カープ、CS 優勝ということで、はい、こちらビールかけの現場にやってまいりました。はい、ワーマン選手の方がね、もうわー
男を見シャワー。